こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も日坊出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は放去襲来です。放つも収めるも自由自在、与えるも奪うも思いのままであることです。それでは今から放去襲来を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。